まだ楽しんでいきましょう。イエイ。今日は遊覧船がお客さんがたくさんいるので明日乗ります。今日一緒に乗ってくださった方ありがとうございました。ありがとうございました。それでは自己紹介に行きたいと思います。皆さん顔と名前をしっかり覚えてください。中学3年生アイリー。はい、残り少ないイベントを全力で楽しんでいきます。リオン、皆さん今日はたくさん思い出作りましょう。小学6年生アミン。はい、たくさんの方が来てくださってすっごく嬉しいです。小学5年生みゆ。はい、遊覧船すごく楽しかったです。楽しかったです。みな。はい、今日晴れてとっても嬉しいです。なずな。はい、今日はアイムジップと一緒に最後まで楽しんでいきましょう。はい、中学3年生アイムジップリーダーのゆいかです。アイムジップはこの7人で活動しています。皆さん今日も楽しんでいきましょう。イエーイ。それではまず最初の曲に行きます。まず最初の曲はシンガーソングと「北条図ハレーション」です。2曲続けてご覧ください。どうぞ。音響の事故が皆さんお気づきかもしれませんが、私たちの衣装どうですか？どうですか？似合ってますか？変わったんですよ。ありがとうございます。アイムジップのカラーが黄色なんです。じゃあところでシンガーソングあれ走ってくスピードは秒速 6.2 メートル、君の思いが内側通り過ぎて期待してる気持ちは北条津八幡前髪が風に揺れたスクールバスの2番目予約が必要、眩しすぎるよね君のハレーション、予想できない朝につながる大冒険、思わせぶりだね恋はイミテーション、君を近くに感じていたいだけなのの風揺れてる君の顔が見えない、じゃあねまたねと手を振っていたけど伝わない私は北条津八幡前髪が少し伸びたスクールバスの2番目「マイオンレイ」「眩しすぎるよね君のハレーション」「予想できない朝につながる大冒険」「思わせぶりだね恋はイミテーション」「君を近くに感じて」「痛いだけなのロリレー」「もどかしすぎるね口また風になさす光のようなスピードで強く皆さん今日はありがとうございます。この後物販販売を表側でするんですけど、皆さんぜひ来てください。待ってます。この後も引き続き皆さん顔と息祭り楽しんでいってください。以上、アイムジップでした。ありがとうございました。またね。ありがとうございます。